パリ市長、ジャック・ド・フルセルの処刑街頭に吊るせ。とは、1789年夏のフランス革命時の、フランス、特にパリにおいて用いられた標語。暴動を起こした、パリの民衆は、役人や貴族を捕らえて死刑にかけ、街頭に吊るし首にした。街頭は、革命フランスでの民衆と正義の象徴となった。革命家サイラーにも、貴族を街頭に吊るせ。 という一説がある。バスティーユ襲撃を先導したジャーナリストのカミリュ・デムーランは、自らを街頭の代理人と呼び、街頭が人民に語ると題して、私はいつもここにいる。お前たちはいつでも私を使えばよい。などと書いたパンフレットを発行した。革命政府が樹立された後、アンシャンレジームの人物の粛清の象徴は、街頭からギロチンに移った。 街灯を用いて吊るし首にする行為は19世紀のパリでも革命や暴動時に見られたジョセフ・フーロンド・ドゥエ。最初に街灯に吊るされた人物である。街灯に吊るせの最初の犠牲者となったのはジョセフ・フーロンド・ドゥエだった。彼は1789年に財務総監だったジャック・ネッケルを失脚させたことで民衆から極めて不評だった。 1789年7月22日、群衆が、風論を捉えて街頭に吊るし首にしようとしたが、ロープが切れたので、代わりに斬首して、首をパイクに突き刺して掲げ行進した。彼は、飢えているなら干し草を食わせればいいと言い放ったと伝えられているが、パリの市場の管理を担当していた。彼が、このような発言をしたというのは、疑わしいという説もある。ともかく彼は、 人民の要望に対して非常に冷淡であり、革命直前の基金の際に市場を操作して穀物価格を釣り上げたと言われている。1789年7月14日のバスティーユ襲撃に際して身の危険を感じたフーロンは自分が率中で死んだかのように偽装して葬式をあげみを隠したが22日にパリ民衆に捕らえられた。彼は口に干し草を詰め込まれ、 クレーブ広場の街頭に吊るされた。しかし、縄が三度も切れ、フーロンは地面に叩き落とされては吊るされるのを繰り返した末に首を切られた。群衆は彼の首を口に草を詰めたままパイクに突き刺して掲げ、街を行進した。しばらく、あと、彼の娘ムコルイベニーにフランソワベルティエドソーベニーも、クレーブ広場に引き立てられて、フーロンと同様街頭に吊るされ、 パイクに刺した首を掲げられた。群衆は二つのパイクを取って、首をくっつけて、父ちゃんに、キスしろ、と叫んだ。バスティーユ襲撃の直後、この牢獄を守っていた二人の衛兵がグレーブ広場で、吊るされた。なお、この時に街灯が使われたかどうかは分かっていない。旧仕立ての公主台として、グレーブ広場とバヌリ通りの街灯が主に用いられた。そこは、 パリ視聴者のルイ14世の共造の目の前であり、人民の正義は王の目の前でも執行できることを示すためであった。1789年8月、カミーユデ・デムーランはパリの街頭吊るしについての議論を表し、パリの街中で行われている死刑の数々を弁護した。デムーランは街頭の司法長官とあだ名された。1789年10月21日、植えた。 パリの群衆が、パン屋のドニ・フランソワを彼の店から引きずり出し、街頭に吊るした。フランソワがパンを売らなかったからである。このように街頭を用いた死刑はその対象を広げて、歯止めが効かなくなり、最終的にジャコバン派に利用されるようになった。1790年12月14日、騎士のドラ・ロシェットが、エクス・アン・プロバンスで街頭に吊るされた。 街頭の正義の支持者は、死刑を行う際に、街頭に吊るせ、街頭に吊るせ、と叫んだ。1792年6月20日、王妃マリー・アントワネットのいる、チュイルリー宮殿に群衆が流れ込んだ。これを目撃した、首席次女のジャンヌ・ルイーズ・アンリエット看板は、後にこう記している。公主題の模型があり、そこには、汚い人形が吊るされていました。 マリー・アントワネットを街頭に吊るせという言葉を帯びて、1919年、ドイツ人の表現主義画家、マックス・ペヒシュタインは案内論点と題した男が街頭に吊るされているポスターを発表した。ありがとうございます。